皆様こんにちは、アクアフォレストトドロキです。今日は転倒90センチ水槽をご紹介したいと思います。大きな珪石と細かな有形層とのコントラストがとても美しい水槽です。それでは後継に使っている有形層を1種類ずつご紹介したいと思います。まず左サイドに使っている水草はロタラナンセアンです。細かな葉とイエローの灰色が美しい水草です。レイアウトの脇役としてサイドに使うことが多いです。その隣の赤い水草はニードルリーフルドビジアです。赤系水草の定番種です。野生味のある葉が自然感のあるレイアウトによく合います。その隣に使っているのはポゴステモン SP バンビエンです。あまり流通していない水草なので目にする機会は少ないと思います。葉っぱの裏が紫色をしているのでレイアウトの良いアクセントになります。トリミングにとても強く比較的丈夫なので初心者のお客様にもおすすめです。大きな珪石の後ろに使っているのはグリーンロタラです。緑色の水草の王様ですね。僕もこの水草が大好きです。トリミングを繰り返して大きな茂みを作りました。赤いフサフサした水草はリスの尻尾です。名前の通りリスの尻尾を連想とさせる可愛い葉がとても人気の水草です。しっかり二酸化炭素を添加するとこのように酸素の気泡がつきます。こちらはロタラインジカのピンクタイプです。ロタラ系の中でも一節につく葉の数が多いのでボリューム感が出ます。頭頂部になるとこのように薄い淡いピンク色になりとても美しいです。右側のワンポイントに使っている水草はラージリーフハイグロナローリーフです。大きめの葉がインパクトがあります。右奥に使っているのはこちらロタラマクランドラグリーンです。グリーンとオレンジ、黄色が混じる複雑な灰色がとても繊細な美しさのある水草です。こちらも脇役としてサイドに使うことが多いです。こちらはハイグロフィラロザエネルビスです。状態よく、管理すると葉先がピンク色になるので花のような雰囲気を演出できます。ちょっと、ビデオではピンク色が伝わりづらいかもしれません。